ールプレーの言葉がかかって試合が始まります。手前に桃田、奥に小材です。まずは柔らかいショットから入っていく両選手ですが、速いショット反応した小材。ラウンドからのリバース気味のクロス、このショットは引っかかってはいたんですけど、ちょっとしっかりゲームを取れるように、1ゲーム勝負っていう気持ちは強い。プレッシャーはない、伸び伸びプレーをしたいという話をしていた小台です。ストレート、ネット際、このヘアピンも拾う、バックハンド、アウトです。しないと昨日の1ゲーム目みたいな近い形になってしまいそうですね。奥は入っています。ストレートスマッシュがやはりいろんな選手に聞いてもこう見えづらいというか、どこに来るかわからないっていう、そういった特徴的なスマッシュもあるので、桃田選手としてはそういうところはですけど、今ちょっとミスが多いですよね。2回戦桃田まだ得点ありません。第1ゲーム21点先取、先に2ゲーム先取でゲームが決まります。これも奥を狙う桃田、これも奥、今度は前、これは帰らない。前後に揺さぶる桃田です。反応する小材、後ろ前後ろ前と桃田来ています。アウトです。考えるとどこかで自分のエースショットでラウンドからクロスだったりストレートだったりスマッシュのポイントがまだ1点もないですよね、はい、そういったポイントが出てくると桃田選手も乗ってくると思いますね。今ジャンピングスマッシュがありましたが、まだフルショットではありません。奥へ速いショット決まっ、今日も第1ゲーム苦しい立ち上がりの桃田、速いショット、上げますが、これは見てアウト。捨てるのは桃田選手なので、ちょっと1回戦の入りに近いような形になってしまってますよね。リバース気味のクロス、これも同じようなボール、ちょっとラウンドからの逆転に破りました。速いショットできました桃田。はい、インターバル中にちょっとね、自分から仕掛けろっていうアドバイスが出たんじゃないかなと思っています。なので少しこのイレブンの折り返しから桃田選手の動きも少しずつ変わってくると思いますね。同じ奥を続けるクロスで反応、かなり角度がついている、ミスをしない小材、よく拾った、このクロスもよく拾う、いいラリーでした。桃田が決めました。ヘアピン、ヘアピン勝負は奥へクロス、ダッシュが非常にいいですよね。ここは桃田来ました。ショットの精度非常に良かったと思います。これも来ました。その後のストロークの精度も非常に上がってくると思うので、自信を持って打ち始めることができると思います。いいラリーの応酬です。小材選手が自分の実力をしっかり出せているような状況ですね。ジャンプしてからのクロスです。クロス、今度はストレート、ア
ウトで足が動くのは桃田選手だと思うんですよね、はい、だからそういうことも考えると点数差開いたとはいえ長いラリーをね、一つ目標に自分からミスせずにいくっていうのは小材です。ボディも拾う、桃田が左右に振る、ラウンドからのクロス、今度はストレート、分析というか考えて動いていると思いますね。いいサーブでしたが、ここでクロス、低いショットドライブの応酬ですが最後取りたいですね。そうですね、1ゲームはもうこの点数差ですから、しっかり取っておきたいっていうのが小材選手の心境ですよね。ジャンプショットはもう一度一つのポイントだと思いますね。はい、ただ桃田選手やっぱ精神的なね、勝ってるなっていう印象なので思った以上に疲れ、日本は独特の雰囲気、特別な大会と話したこの桃田、2回戦今劣勢、選手が勝ちになります。現在第1ゲーム、ヘアピンもうまい小材ですが、バックハンド、ネットイン、どういっぱいという桃田、ここは小材が上げた、どうしてもゲームの全体の流れとしてはあの辺の精度っていうのが一つのポイントになってくると思いますね。このヘアピン勝負は桃田が上げた、ここもヘアピンの勝負、第1ゲーム小材、ラウンドからのショットですが効果多く、ベスト8、さあ桃田どうするか、クロスできた、決まっています。ジャンプした後にどちらに打ってくるかわからないという相手の選手が話します。これはね、手前に小材、奥に桃田です。落とせないゲーム、ジャンプショット、リバース気味のクロス、ストレート来ました、ですよね、はい、やはり小材選手そんな簡単に今までミスはしてきてないので、はい、やはり長いラリーにもね、ついてこれる実力もあるので、やはり桃田選手がね決めるっていうところが、このチャンスは非常にあると思います。ドロップ気味のショットもしてきますが、このヘアピン勝負は桃田が前でプレー、奥から桃田、早いショットよく返す、これも拾う、クロス、よく拾っている両者、このラウンドからのクロスはネットになりました。もう少しずつ出てきたと思います。これかなと思います。非常に桃田選手得意なので、そこをミスるのはちょっともったいなかったなっていう感じですよね。まあ、それだけ前半少しね、まだ緊張感もあるのかなと思います。こういうのですよね、はい、ギリギリでラケットの角度を変えて方向を変えてきます、はい、ここは上げる、力があるショット、ストレート、これはですよね、はい、
で角度をつけますが、合わせてラケットの面を合わせないとコートの中に入らないので、非常にこうテレビで見てるとなかなか分かりづらいんですけれども、近くで見ると、ええ、回転するというような動きがあるので、はい、非常にこうバドミントンはネット前が非常に大切なポイントになってますよね。フォアラウンドからのクロスストレート、さあここはどうするか、クロスできた、ストレートジャンピングショット、ラインを確認してアウトです。こう簡単なミスが少ないので、はい、桃田選手は決めるしか選択肢がなくなってきますよね。これも回転を強いショットきました、はい、ストレートから前に来る、今度はリバース気味のカット、いろんなショットも出始めてとこの辺りで抜け出したいところかと思いますが、やはりストレート、フォール、4対4から3連続ポイント、これも面を変えてくる、フェイントを使ってきますが、ここはチャンス、ここからストレートして前に来る、ここは反応した小台、今度はこちらがラウンドからのクロス、見て点数の話すことが桃田選手できないですよね、フェイントをかけるようなショットも多くなっていますが、ここからこういうラリーの時に桃田選手が自分からミスんないことですよね。長いラリーになってきています。ネット越えない、速いショット、またヘアピン、これは返らない、桃田選手としては悪くないヘアピンだったと思うんですけども、少し相手を見ちゃった部分があったと思います。31歳ベテラン小材、若い桃田との勝負ですが、ここはここから今度はクロスに分かりづらいですね。今度はストレート、ネット田が取って今日最大の4点リード、奥へ、いろんなショットを交えてくる桃田、しかしミスをしない小材、懸命プレーする姿は見せたいと話をしていた小材です。速いショット、低いショットの応酬、この辺はしっかりお互いミスないですよね。そうですね、はい、コートの四隅にしっかりラリーできてますよね。勝負のショットはまだか、我慢する両者です。高く返した、ここでクロス来ました、クロスで決めました。うん、ネットだけちょっと今は小材選手の方が疲れ出したのかなっていうイメージですね。よく拾った桃田、で、はい、そのペースについていくっていうのも小材選手からすると非常にきつくなってくると思います。点リード、逆をちょっとね、疲れ出したのかなというふうに思ってます。小材は踏ん張り時だいぶ走らされる、これも点リードです。
これもサーブも少し変えてきますが入っています。低いショット、ドライブ、ジャンプショット、ストレート、サーブにも回転をかけてきます。このショットはクロスが右に傾いた中で左に決めていました。そうですね、ゲームポイント桃田、第2ゲームです。ネット、第3ゲーム、あとはスタミナの勝負も出てきます。ここは来ないには思いますね。まあただこの1ゲーム目のファイナルゲームの入りがとても大切になるので、はい、前半本当に勝負していくと思いますね。なってるので、まあ、そういうところも影響してきてると思います。バックハンドで返します。ここはどうする、ストレート、そのラウンドからのストレートですが反応した桃田、クロス、これも桃田拾う、そしてネットです。リバース、声が出ました。桃田今度はクロス、今度はストレート、バックハンドで返します。見て、3点先行。ここはモーダンショット、スタートですけれども非常に勝負かけないといけないポイントですね。攻める、これもよく返しました。非常に負けられないっていう戦いになった場合には、ね、少し丁寧になってしまいますよね。ストレートきました。この前半で追いついたのは非常に大きいと思うので話したいところですよね。ここで話したいという気持ちは強いと思います。これもいいヘアピン、ストレート勝負きますね。ここも非常に綺麗ですね。そしてこのショットです。上げさせて、前の意識が非常に高いですね。今球出しも大きくではなくて低く球を出しているので非常に攻撃的なイメージが強いと思います。これはアウトです。いいクロス、いいショットですが桃田反応している。今はネット勝負を負けていなかった小材ですが、この終盤、ネットを切って、そしてこのショット、10対5というところ。ボディは返す、小台の強いショットですがこれも返される。エンドが変わってのスタートです。これ全然違いますよね。桃田5連続ポイントです。このショットも増えてきたように感じますが、はい、1ゲーム目と全然違いますよね。やはり前後に振る方がまず違うので非常にこう軽やかに今は。
このヘアピン勝負は桃田が上げて、うん、しかし流れも変わってくるのかなと思いますね。今は桃田選手のネットが非常にいいので、ここですね、はい、ネットを制しているのは桃田ですね。このネットも押し込んだ桃田よく拾いました。そしてこの後持っていくことができるので、非常にこうネット前で、どういう風な形でネットを切るのかっていうのは、はい、非常にやっと落ち着いてプレーができてきたんじゃないかなと思いますね。ここはもう去年も2回戦で準優勝した境に敗れています。これはいいショット。知らせたの、あのストロークのうまさ、切り、体の向きを使いながらね、一緒ですね。ここも桃田です。まあ対外試合ができなかったわけですけれども、スピード、スタミナ、改めてその磨いてきたという。ネットを制して、今度はストレート。小台のクロス、ストレート決まりました。桃田ベスト8進出。粘る小台を振り切って、今日も第一ゲームは落としましたが逆転の勝利。ああ、この表情です。そして小材も楽しみたいという話をしていましたが、さあまずは桃田がしっかりと